はい、お世話になってます。おはようございます。おはようございます。まあ見ての通り静岡サーフ釣れないっす。見ての通り、見ての通りですってことは何をしたらいいか、釣れる場所に来たらいいですよ。結構穏やかな釣りなんで、穏やかな、僕でも耐えられるんですよね。酔う人でも耐えれる釣りにね。そんなおすすめな釣りがちょっと今日あるんで、ぜひご紹介できたらと思います。さあということで船の方にやってまいりました。おはようございます。船長おはようございます。おはようございます。はじめましてですね。はじめまして。めちゃめちゃ爽やかじゃないですか。え、これいきなし撮影来るんですか。え、撮影ダメですか。あ、いやいやいいですいいです。びっくりしました。いきなし来るんですよ、こうやって。びっくりです。ノムバルの、はい、伊藤船長。伊藤船長。いや、僕佐伯ですよ。やりました。いや、でも、もう最近まで滑り谷さんだと思ってたんです。お互い様だわその感じで大丈夫。それも船長今日はあれっすよね、はい、船長も今日釣りしていただくって話で。そうなんですよ。ご自分でねタックル用意してきたんですよね。そうなんです。これ分かります。これ何ついてるか分かります。これ下糸です。下糸で釣りしようとされてるじゃないですか。じゃあ P ライン忘れたんですよね。P ライン忘れるというね。もうね、情報多すぎてちょっと整理するの難しいんでとりあえず出船しますか。とりあえず行きましょう。とりあえず、はい、ガンガン釣れるっていう。ガンガン釣れる場所に。ガンガン釣れますかね。もう怖えわ。みんな何やってる。マジ怖えわ。下を頑張ります。じゃあ行きますか。行きましょう。お願いします。お願いします。さあ、ポイントにとりあえず到着ですかね。ちなみにこの辺り、船長、水深ってどれぐらいあるんですか。水深は4メーターです。あじゃ あいいっすよ、もう準備してもらって。大丈夫ですか。カメラ持ってるんで、もうえそういう感じっすか。何をセッティングかな。フィネセットと4メーター、4.5っすかね。そうですね、はい、で、フィネセットが14g ですね。14g、はい、砂底なんですけど、たまにゴミとかもあるんで、まあ、一応上の Z システムの方でセットしてます。はい、はい、さあ、ちょっとざっと、はい、一連の流れをちょっと見せてください、はい。一応落とすんじゃなくてキャストするんですよね、ボートマンが。ちょっとまずちゃんと後ろをね確認して、投げてキャストして、でボトムを取ります。ここ4メートルなんで、はい、つきました。結構早いです。早いですね。潮そんなに流れてないんで、まあ、今のロッドワーク見てる限り、はい、サーフでも同じ感じでね。そうですね、ほとんどサーフと同じなんですけど、ヒラメよりもここポイント的にマゴチの方がほぼ多いんですよね。なんで、うん、まあ、もうちょっとマゴチ寄りのアクションでボトムべったり気味な感じの方が、まあ、バイトが出やすいかなって感じです。ヒラメみたいにマゴチって中層まで追ってくることはないんで、まあ、できるだけ目の前に落としてあげたり、まあ、時にはズル引きだったりとか、まあ、ボトムパンプとかその方が有効な時もあるんで。そのズル引きに関してはほんまに巻くだけなんですか。そのロッドで操作する感じですか。リールを巻く感じですか。まあ、ロッドで間引く方も見えるんですけど、はい、その間引いちゃうと当たってからこの位置で当たるとさらに巻いてからピッキングが難しくなるんで、まあ、できるだけゆっくり、まあ、自分で分かる範囲で巻いてあげて、ギリギリ地面を擦ったりとか、まあ、外れたりとかしたら、まあ、ちょんって軽く煽ってあげたりとかしながら、まあ、ゆっくりこんな感じですね。これぐらいの、まあ、潮にもよるんですけど、ルアーとか潮にもよるんですけど、ゆっくり巻いてあげますって感じで、ちょっとずつアクションを調整しながらボトムを丁寧に取っていくと、ゴンと気持ちいい当たりが来るんで、来るはずです。来るんですよね。もうキャストの範囲って今落ちたぐらいですか。そうですね、そこまで、まあ、フルキャストをしなくても釣れるっていうのも、はい、女性とかキャストが慣れてない方でもできるんで。ただ、まあ、船の中で投げる際に、まあはい、まあ、オーバー投げたりとかするときはちょっと気をつけないと周りの方に引っかかっちゃうんで、そこは気をつけながらって感じですね。ラインが、まあ、ずっとこっち側に、まあ、アクションさせてると手前まで来るんですけど、はい、この船べりっていうか、まあ、足元際で、はい、まあ、急にゴンってくることもあるんで、足元までしっかりと、まあ、アクションさせてあげれるように心がけるといいかなって感じですね。わかりました、はい。まあ、ざっくりこんな感じでやってればいつか誰か釣れるかな。ちょっといや期待してます今日は。ちょっとね、そうですね、もう通い詰めてるんで、まあ、なんだかんだ来ちゃってるんで、そうですね、お魚は出したいなっていう感じですね、はい、もう期待します。はい、お願いします。お願いします。さあ行くぞ。周りの回路みたいなのがある。はい、あー、わかります。あ、そうなんですか、そこ。なんか魚いるかどうか気になってましたけど、いるんすね。お、
あら、ゴミだ。ええ、あれ魚だった、ゴミじゃなかった、魚だった。え、これ違う違う違う、え、なんかでも動きおかしいっす、なんか動きが変です、これこれなんか違うな、魚、え、なにこれ動きがちょっと変、平べったい、おおおお、なんだこれ、え、なにこれ、うわ、ナモチだ。ナモチじゃないですか。5回目でしょ。ごめんなさい。ちょっと。ちょっと、なんかすげえ格好悪いよ今の。見てもらえない姿見せましたよ。魚かどうかわかんない。まず魚かどうかわかんない。ゴミ言ってますよ。そう、ゴミって言ってた。で、マゴチじゃないって言って、なんか平べったいっていう話だ。全部反対側でした。ごめんなさい、ごめんなさい、こんな感じすいません。よしよしよし、あるじゃないですか、なんかご飯およそ小文字ぐらいの、はいはいはい、これの顔がそれぐらいのサイズのはまだ幼いんで、はい、逃がした方がいいかなっていう感じで、逃がしちゃうんですね。そうなんですね、まあ、リリースですね。そうなんです、まあ、ヒラメと同じようにソゲとかそういう感じで楽しんできるようにリリースしたいと思います。はいはい、逃がしちゃいます、優しく海に、優しく海に、はい。そう、次はね、かっこいい姿ちょっと見せてください。しゃもじサイズだ、これがボート、ボートマゴチゲームだっていう。あー、元気に帰ってきました。帰ってきました。今日目標は何本ですか。目標は2桁いきたいですね、皆さん。おー、1人 3,4 本で、前回が5本だったんで、はい、今日はちょっと、うん、同じぐらい釣れたらいいなと思って、千葉の方のグッズの、おおお、あれ食ってるよね、食ってるでしょ、え、なんかこれ違いますね、お、あれ、え、ちょっと待って、え、ゴミ、あ、あ、ゴミだわ。お、お、魚じゃない？魚じゃない？これ魚じゃない？これ魚じゃない？わあ、またって言ったけど、これは魚じゃない？ねえ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 。これは、なんか今、ああ、またねえ、ゴミだわって言いそうになったけど、これは魚だね。これ魚。店長、これでかいっすわ。エイっすか？これエイじゃないっすね、多分。これな、これは何？これなんだ。もう分かんない。これ何？さっきの流木じゃないですか。これなんですか？これ来たんじゃない？来ましたかね。ぶっちゃけどう思います？ぶっちゃけ、エイとしか思えない。何何何何？あ、うん？いや、おおお、頼むよ。でかー、やりましたね。やったね。でかー。よし、超超っすね。超やばいっすね、もう。なんだこれ、なんだみたいな。すいません、はい、ありがとうございます。こんな曲がったことないんですけど、いや、でかい、でかいな、マジでけえわ、確実にサイズアップして、ちゃんと食ってんじゃないこれ、口、ほら、うわ、ありがとうございます。キングバー便利ですね。
羽ばたいてますね。いやーさすがだ、ボート A ゲームだわ今日。めっちゃ竿曲がってますよ。いやーでかいな、サイズアップしてますよ。確実にサイズアップしてます。よし。あ、いけます、手伝いましょうか。いけるはず。マジですか、すげえっすね今日。こんなことなかったっすよ。え、今までこんなに連覇することないですか。いないっす。ちょっと戦勝も経験したことないしたいな。嫌な予感はね。アナウンスは多分大丈夫じゃん。多分大丈夫ですよね。え、ナマコ系？うわー、よじゃれ。ちょっと、これすげえなこれ。これね、上げていいですか？大丈夫ですか？大丈夫。ちょっと。どうした？どうした？くしゃみしただけよ。よっしゃ。あ、思いっきり当たってきたな。何ですか、すごい、何これですか。今のシーバスっぽい。結構沈めた。おっしゃ、食った食った食った。あはははは、いますね、いますね、いました。5カウントぐらい、5カウントぐらい。うわおっしゃ、すごいですね。おっしゃー、よし、今度は逃がさんよ。来た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 、よいしまっすー。やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、よっしゃー、やばかった今。クリック見えたの一本だけ動かかってたよ。もうクルクルしてましたもんね。やったぜ。やっと取れたよ。めちゃいいシーバスです。もう3発食ってきたけどやっと取れた。本当さすがです。いや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 、めっちゃ綺麗じゃないですかこいつね。綺麗ね、こいつね。いやいや、めっちゃギンギラで。ちなみに、はい、ボーンベイトですか。ボーンベイトのクリアホロ、はい、3.5の方ですかね。フィニッシュヘッドの 12g。 おお、たまっております。お見事です。ありがとうございます。さすがです。さっきその透明のやつをこうやって泳がしたら、はい、綺麗かったのがはっきり見えて、あー色がすごいはっきりしてますね。その色の違いで食わせたって感じ。そうですね。でカウント5をして、はい、ゆっくり巻いていく。ゆっくり確実に見せる形で。2回バーストも切ってきたけどね。
ちょっと僕若干の懸念があるんですけど、なんすかなんすかなんすか、僕のターンだった時にちょっと吐くかもしれないっていう可能性が、あの画面用意する可能性がなので先にやっといた方がいいんじゃない？いいですか、はい、じゃあちょっとどうぞ大丈夫ですよ、これで口当てたらちょっとすいません、あの、なん大丈夫です大丈夫です、はい、海に放置して帰るんで大丈夫です、海放置はちょっと勘弁して、ストラクチャーとして元気に打っていきましょう、難易度あるけどここ入れたらあれやな、釣れそうやな、おー行った、気持ち悪いって言った今あ、いっちゃいっちゃ気持ち悪いって言った今、さあ来るよ、さあ来るよ、すごい痛いんですけど、アサリが抜けられないですね、僕なんかゴンズフッみたいなあったじゃないですか、ああメバルみたいなちっちゃいアサリが、はい、蹴りがきついのもダメですよね、いやもう気合で乗り切りました大丈夫、ブルーピンブルーピンプラスフィネスヘッドの 12g、 12とりあえず着底してから、はい、もうねちょいズル引きっぽい感じです、ズル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 ガンっていう当たりじゃないんですよ、もうもぞもぞもぞっていうの当たりがあって、それで合わせたら動き始めました、いますかバース、この今向いたタイミングで回してきました、え、だってまだシーバス吸ってないんじゃない、今日はいいっすよ、ね、今日はいいっすよ、あー、おめでとうございます、すごい、なんか粒ぞろいですね、なんか粒ぞろいじゃないな、しゃもじぞろいですねなるのみだな、ボンベイト様様様様様ですね、本当に困った時にはこのカラーをね使ったら信じる者は救われる、わー、信じた者が救われたと、救われましたよ、信じないもんね、いつもね、なるちゃんねそら釣れないわなんすか、釣れたら釣れたで、もうすごい僕なんかめっちゃ責められてるんですよ、なぜか出ないですいやーすごい、開幕の宣言を切ってから連発ですね、いきますの当たり前でしょなんか叱られました当たり前でしょってちょっと叱られました、しますよ、ね、大きくなって帰ってもらいたいね、裏返ったら、おお元気に帰ってきました、本当に、いやー見事です、本当にありがとうございます、楽しく